現在、日本とアメリカで様々な合同訓練が行われています。今回、強襲揚陸艦と空自 F-35A 戦闘機での訓練を開催するとの情報をキャッチ詳しく見ていきます。なんでマスコミが報道しないのか。それは日本も F-35A 戦闘機を導入してパイロットの育成ができていますし、ドッグファイトでは定評のあるヒボンです。今後 F-35B 戦闘機の導入で島嶼防衛などでも力を発揮してくれるでしょう。それでは、2021年3月、来日したアメリカのオースティン国防相と日本の岸防衛省との責任者会談により、自衛隊とアメリカ軍との新たな合同軍事演習が行われる予定であることが確認された。日本側からしてみれば、特に2020年以降、顕著になっている中国海峡局公船の尖閣諸島周辺海域での有事に備えたものであることは明確であり、中国海軍権政策の一環だと思われる。すでに中国海峡局に対する海上保安庁、中国海軍に対する海上自衛隊ともに、艦載や航空機の数的優位は喪失してしまっている日本にとって、兵器の質的優位だけは確保すべき課題だろう。そうした中国に対する兵器の質的優位性を保つ上で、鍵となっているのが、海上自衛隊で言えば、そう、流型を中心とする潜水艦隊であり、かつ、航空自衛隊で言えば F-35 ライトニング2戦闘機だろう。航空自衛隊では、F-35 ライトニング2について、陸上の通常滑走路を使用する。A 型を合計102機、短距離離陸、垂直着陸が可能で航空母艦化される。出雲、加賀、用の B 型42機を調達予定である。この合計数147機の F-35 ライトニング2の調達については、本国のアメリカに次いでの多さとなる予定であることが知られてるが、予算不足からアメリカでも調達数は減少傾向にある。そのような状況下でも、現在までのところ、日本では F-35 ライトニング2の調達数の削減は指摘されておらず、現状では世界第2位の保有国になる模様であり、この次がイギリスとなるだろう。日本における F-35 ライトニング2 A 型の配備は、青森県に置かれた三沢基地から始められているが、同基地所属の2機の機体が2020年10月にアメリカ海軍の艦艇との合同軍事演習もすでに実施している。これは2020年10月20日に太平洋上においてアメリカ海軍の強襲揚陸艦アメリカと三沢基地の2機の F-35 ライトニング2 A 型が実施したものであり、なかなかレアな組み合わせにも思える。強襲揚陸艦アメリカは同級1番艦で、満載排水量 45,570トン、全長 257.3メートル、舷幅 32.3メートルの艦体を持ち、2019年末より前任のワスプに代わり長崎県の佐世保母港としている艦艇だ。この強襲揚陸艦アメリカはアメリカ軍の再編成にも絡み、山口県の岩国基地に駐機する F-35 ライトニング 2B 型を艦載機にする運用が想定されており、同機を
最大で20機ほど搭載可能である。こうした F-35 ライトニング2B 型の運用は、今後、海上自衛隊で航空母艦化の改修を終える護衛艦、出雲、加賀の貴重なモデルケースとして、格納庫の運用等を中心に参考にされるものとみられている。今回の強襲揚陸艦、アメリカと航空自衛隊の F-35 ライトニング 2A 型2機の合同訓練は戦術レベルでのものであるとされており、統合的な防空任務の訓練を日米が共同で行ったと言えそうだ。くしくもここでは強襲揚陸艦アメリカの艦載機としてのアメリカ海兵隊岩国基地所属の F-35 ライトニング 2B 型は未参加だった模様で、日本側の F-35 ライトニング 2A 型2機が防空を担ったもののようだ。航空自衛隊サイドでは、この合同演習の内容を日本とアメリカ双方の共同対処能力を試すこと、F-35 ライトニング 2A 型2機の運用技量の向上等にあったと発表しているが、詳細は明らかではない。この合同訓練を受けて、一部の中国メディアは日本とアメリカを強く非難する記事を掲載しており、今後護衛艦出雲、加賀を航空母艦化する日本の脅威を喧伝する内容となっている。こうした記事を掲載したのは今日頭上だが、そこでは護衛艦出雲、加賀は今後最大14機の F-35 ライトニング 2B 型を搭載する航空母艦になると指摘しており、日本の航空母艦保有への懸念を示した。個人的に興味深いと感じられたのは、今日頭上が護衛艦、出雲、加賀の F-35 ライトニング 2B 型の最大搭載機数を14機と表記している点で、日本側の想定の10機前後より多めに見ている点だ。無論、飛行甲板への駐機を考慮すれば、この14機という数字もあり得るのだろうが、いたずらに数を増やして表記し、日本側が軍拡路線を煽っていると誘導しようとの意図が透けて見えるように思える。折しも、つい先頃、F-35 ライトニング2の A 型及び C 型の胴体内部のウェポンウェイに収納が可能な空対艦空対地巡航ミサイルの JSM の調達がアメリカ軍で開始されたとの報道もあった。日本の航空自衛隊でもこの JSM の調達を進める予定となっており、最大有効射程距離 500km とも言われる同ミサイルを実装することで F-35 ライトニング 2A 型の攻撃力は向上することが期待されている。